何また全知識？何それ？さあ皆さん、こっちはダビデで、今回また全知識について話したいと思います。イタリア語の全知識は di su da on a in per tra。24回目と25回目にそれの基本的な意味を勉強してきたけど、実はそのほとんどがもう一つのめちゃ重要な意味を持ってるよ。はぁ、信じてわかりやすいよ。ゆっくりと前置詞の他の用法を見て、その話題をやっと完了しようぜ。なんかわからないところがあったらぜひコメントで聞いてください。あとイタリア語だったらどの Facebook ページにも来てね。さあ始めよう。よっしゃよっしゃ、前置詞のすべての基本的な意味を見てるよぜ。まず D、 覚えてる？ No って意味してるんだけど、なんか主題を表現するについての意味としても使える。あえてやっぱり parlare、 話す動詞で。例えば Abbiamo parlato un po' di te、 私たちちょっと君のことについて話してたさ。 Abbiamo parlato、 私たちに合わせた parlare 動詞、話すの近過去。動詞の後ろは un po' 副詞ちょっと。でも文末がポイント。ほら、di te、 あなたについて、君のことについて、話した話してた。わかった？ d イコールについて。 99% の場合、話す動詞で使う。場合によって d が監視前置詞になるね。で続いて su、 これはね、の上のほか、かじゃん、これもについての意味にもなる。すごい。 su はね、動詞じゃなくて名詞で使う。で、ちょっとわかりやすくするように、あ、22 libri sull'Italia、 イタリアについての本22冊を持ってる。お、22 libri、 私本が22冊ある、持ってる。22、数にも注意ね。でもポイントはほら、sull'Italia、 もともと su プラス l'Italia、 su が sul っていう風に監視前置詞になったな。わかる？ libri が名詞であることがポイント。名詞なのでについては su 前置詞で表現する。 libri sull'Italia、 イタリアの本、イタリアについての本。やっぱり parlare sull'Italia はバツです。話す動詞なら parlare dell'Italia になるわけです。よっしゃ、次だ。出発点のからのほかのところに、のうちにも表現する。重要なポイントはね、お店などじゃなくて、人間というか誰かの名前または宗教などをつけて使われる。なんか例文だと、デビアンダーレスビトダルドットーレ、君すぐ医者に行かないと。わかる？デビアンダーレ、あなたは行かないとダメ。スビト福祉、すぐすぐに。ポイントはダルドットーレ、見える？ドットーレ、医者のこと。人間だよ、修行、病院などじゃなくて医者。だからダ前置詞。今回やっぱり監視前置詞になったけどな。ダルドットーレ、医者のところに、医者にってこと。続いてア前置詞は場所のにでのほか、誰か対象を表すにの意味もなる。わかりやすいね。例をとってみると、 Vuoi dare questo a Mario? 俺マリオにあげてくれない？ Vuoi dare、 逆で、あなたはあげられる？ dare 動詞、あげる、渡すのこと。 questo、 これ。でもポイントはあ、マリオね。マリオに、簡単。それじゃあ次です。in 前置詞、これもね、場所を表すにでだけじゃなくて、交通機関でなんか移動手段を表すでの意味にもなる。例えば andare in bici è più bello、 自転車で行くことの方がいい。え、più bello、 もっといい、もっと素敵。andare in bici、 自転車で行くこと。そうそうそう、ビーチってビーチクレッタ
の略で、電車のことなんだけど、やっぱりポイントは、インレンジね。インナビーチ、自転車で。ああ、ところで、行くことって、動詞の原型で表現する。OK ですか？だから、ただの、アンダーレ、行くこと。よっしゃ、最後には、プラゼンジジー。これはね、の間のほか、時間とともに使って、あとの意味にもなる。まあ、例えばね、tra poco vado a fare la spesa con mia mamma。 もうすぐでお母さんと一緒に買い物しに行くわ。今回ポイントは文頭の tra poco。 今回はね、時間の代わりに poco 少しちょっとが現れた。ってことで直訳はちょっとあと、少し、あと、もちろん、間もなく、もうすぐで、もう少しでの意味になる。こんな、みやまま。私の母と共に、お母さんと一緒に。OK ですか？お疲れ様。これで前置詞の基本的な意味が完了です。もちろん他の意味や使い方はあるんだけど、それはちょっと珍しいんで、ゆっくりと経験で学んでいくことになるね。さあ、とりあえずイレブンを見てみようぜ。今回はね、男がお家に帰った途端、恐ろしい顔で妻さんが、ここに行ってたのって。それで男は、sono andato dal panettiere a comprare qualcosa da mangiare。 やれやれ、前置詞が3つある。でもまず、sono andato、 それは簡単ね。 andare、 行くの金額。そう、私は行った、行きました。でもどこに行ってたの、その男は。 dal panettiere。 panettiere はね、パン職人のこと。わかる？パン屋のことじゃないね。これがポイント。パンを作る人間のことなので、のところの意味として、だ前置詞が使える。今回いい監視前置詞として、 dal、 sono andato dal panettiere、 パン職人のところに行きました。日本語ならパン屋に行ってた。もちろんパン職人ってパン屋の意味として使われるけど、なんかね、文法上パン屋ならアラパネッテリアになるな。続いて、あ、コンプラーレ、買う動詞のこと。原型でその前には、あ、前置詞があるので、買いにの意味になる。もちろんさっきの行くにつながるけど、その andato a comprare、 買いに行きました。何を買いに行ったのかな。ほら、 qualcosa da mangiare。 qualcosa って何か。mangiare は食べるの原型だけど、だ前置詞は一体何か、 qualcosa、 誰か、 qualcuno、 何も、 niente、 誰も、 nessuno など不定代名詞とともに使われたら、目的を表すのためのの意味になる。だ前置詞の後ろに何か動詞の原型をつければいい。こんな感じ、 qualcosa daMangiare。 わかる？直訳で、食べるための何か、食べるなんか、食べられるなんかってことで、なんか食べ物。 OK ですか？パン屋のところになんか食べ物を買いに行ってたさ。あー、写真のタイムだぞ。今回はね、レシピの名前読んでみよう。スパゲッティコンペストアラシチリアナ。スパゲッティはもちろんスパゲッティのこと。ペストはバジルソース。スパゲッティとペストをつなげるには、こんな前置詞、スパゲッティコンペスト。そうだね、コンってと一緒にのほか、なんか名詞のエキストラ情報を表現する、がある、のある、を持ってるなどの意味にもなる。なんか名詞で使えばいい。わかる？スパゲッティコンペスト。ペストがあるスパゲッティというか、ただのバジルソースのスパゲッティ。でもでもペストの後ろは？アラシチリアナ。一体何それ？シチリアナはね、形容詞で、シチリアノっていう意味。ポイントはね、アラっていうことで、アの監視前置詞バージョンをつければ、トゥー意味にもなる。重要なのは、形容詞がいつもいつも女性であること。わかる？
alla siciliana Sicilia fu Naniga pesto pesto alla siciliana Sicilia fu no bajiru sauce spaghetti con pesto alla siciliana Sicilia fu no bajiru sauce no spaghetti te koto oishiso na ah omoshiroi miburi tebri o mitara dou desu ka 今回はまるで祈ってるって感じの手をこんな風に動くことこんな感じこの手振りの意味はね私にはできないものですよ手が出ないってこと例えばね友達がお願いお願い10万円お貸してくれって聞いたら僕はこうするそんなかね僕はできないよって感じ OK ですかよっしゃ以上ですまとめしようぜ D1 のについて話す年で数の上についてでも名詞でだからのところにあは場所や対象のにペルのために向けてたの間あとコンと一緒にがあるパネチエレパン職人アラジョセケヨシフの意味ありがとうございます本当にありがとうイタリア語だったらどの Facebook ページにも聞いてねありがとうございます本当にありがとうまた来週ねこれからもよろしく